あなたの使っている 144Hz のゲーミングモニター、ちゃんと設定はしていますか？本当は 60Hz しか出ていないかもしれませんよ。モニター開発って50代以上、モニター専門家モニケンです。今回は超絶初心者向けなんですが、意外にも知らない人が多いモニターのリフレッシュレートの設定について解説したいと思います。まあ基礎中の基礎の設定なので、ある程度パソコンを触ってる人からしたら、今更そんなの当然の知識じゃないって思うかもしれないんですが、ゲーム用にゲーミングモニターを買ったんだけど設定とか一切いじってないっていう人結構います。というかね、知らないとやる必要があるっていうことすらわからないですからね。そんな人たちのために、今回はゲーミングモニターのリフレッシュレートの設定方法しっかり解説いたします。基本的には PC ユーザー向けですが、後半では PlayStation 5などゲーム機での設定方法についても軽く解説していきます。まずフレームレートとリフレッシュレートの違いについて簡単に解説しておきましょう。フレームレートっていうのはパソコンやゲーム機側で行う処理、そしてリフレッシュレートっていうのはモニター側で行う処理なんですね。ゲーム側でヌルンヌルンのフレームレートの設定をしても、モニター側の設定をしないとこのヌルンヌルンの映像をモニターで出力できないんですね。もちろんモニターにそのヌルンヌルンの映像を映せるだけのスペックがなければ設定もできません。今回はこのゲーム側から送られてきたフレームレートをモニター側でそのフレームレートに合わせたリフレッシュレートを設定するっていう方法をね、解説いたします。ぶっちゃけこれをやらないと高リフレッシュレートのゲーミングモニターを使ってる意味ほぼないです。今の解説でフレームレートとリフレッシュレートの違いよくわかんないなっていう人は、モニケンのモニター基礎知識っていう再生リストに入ってるリフレッシュレートとはっていう動画を見るとね、がっつりしっかり解説してるので、よかったらそちらもご覧ください。 PC でゲームをするときにゲーム機側のフレームレートの設定っていうのは結構みんなやってるんですけど、それだけでね、もう万事 OK だと思ってる人がたくさんいるんですよ。僕の知り合いでも Apex でマスターランクまで上がってる、もう上位 1% とかのレベルの人なのにリフレッシュレートの設定してなかったっていう人がいたんですよ、実際に。なのでこれはいかんと、本当はゲーム側だけじゃなくてモニター側のリフレッシュレートの設定もやらなきゃダメだよっていうことをね、この動画で伝えさせていただきます。ちなみにリフレッシュレートはモニター側の設定なんですが、パソコンで設定する必要があります。これがね、ちょっとややこしいところですね。モニターも結構いろんな機能があってモニター側で設定するんですけど、リフレッシュレートの設定に関してはパソコンでやるんですよね。いやー、厄介。ゲーム機の場合はまたちょっと違うので、そちらに関しては後半で触れさせていただきます。ではでは、最初に PC でリフレッシュレートを設定する方法を解説いたします。まず、使うモニターをつなげた状態で、左下のスタートボタンをクリック。そして、この歯車の設定をクリック。システムを押したら、こんな感じでね、ディスプレイの設定が開きます。今は、デュアルディスプレイなので、2枚のディスプレイが映ってますね。で、ゲーム用に使うディスプレイを選びます。今回は1番の方ですね。で、下の方にある、このディスプレイの詳細設定。これを開いて、このリフレッシュレートっていうところが、自分のモニターの最大リフレッシュレートになっていれば OK。しかし、最初につなげただけだと、ここがね、60Hz、ないし、59Hz になってます。なので、最大リフレッシュレートに変更してあげる必要があるわけですね。で、そのためにはまずこのディスプレイ1のアバターのプロパティを表示で、このタブのモニターをクリックして、この画面のリフレッシュレート、こいつを自分のね、モニターの最大リフレッシュレートに設定してあげます。で、今接続してるのは 240Hz のモニターなので 240Hz まであるんですが、ここに出てくるのはね、そのモニターと使ってるケーブルで出せる最大リフレッシュレートの値になってます。なので 144Hz の場合は 144Hz までで 240Hz っていう選択肢は出てません。ここに最大リフレッシュレートが出てこなかった場合は、ケーブルが規格が古いものを使ってる可能性があります。なのでモニターに一緒に同梱されてるケーブルを使うことで最大リフレッシュレートが出るはずなので、ケーブルを交換して試してみてください。そしてリフレッシュレートを変更した後 OK を押すと、こんな感じで一瞬画面が暗転して、その後ね、このディスプレイ設定をそのままにしますかっていうのが出てくるので、変更維持するを選択。これらの工程をやらないとリフレッシュレートが低いままなので、
かく高リフレッシュレートのゲーミングモニターを使っていてもヌルヌルの滑らかな映像を見ることができません。モニターが生きない、非常にもったいない。やってみればね、めちゃめちゃ簡単なことなんですが、 FPS を1000時間やってますみたいな人でも 144Hz のモニターなのにずっと 60Hz でやってたの気づかなかったっていう人もね、普通にいます。いや、そんなわけないやろと思っているそこのあなた、もしかするとあなたもモニターの設定忘れているかもしれませんよ。いやいや、まさかと思う人でも一度リフレッシュレートの設定確認してみることをお勧めいたします。ちなみになんですが、 HDR の設定もこのディスプレイの設定から行うことができます。 HDR コンテンツを見たいとか、モニターの設定でなんかグレーアウトされてる項目があるなっていう人はディスプレイの設定から Windows HDカラー設定をクリック、そしてこの HDR を使用するをオンにしてあげると HDR がオンに、逆にね、オンになってる状態だったらオフにしてあげることでモニターのグレーアウトされて使えなかった機能が使えるようになる場合があります。 HDR ってオンにすることで HDR コンテンツに対応した映像を綺麗に映し出すことができますが、コントラストとかブラックスタビライザー、黒挿入なんかの HDR と併用できない多数の機能が使えなくなるので、使用目的に合わせてオンとオフをね、切り替えてあげるのがおすすめです。というか HDR コンテンツを見ないときはもう基本常にオフで OK です。一応現在使ってるモニターが HDR オンになっているのか、それとも HDR オフになっているのかっていうのは確認しておいた方がいいですね。ちなみにちゃんとリフレッシュレートが出る PC でしっかりとモニターのリフレッシュレートの設定を行えば、こんな感じでね、映像のヌルヌルさが段違いにアップします。一番上が 240fps、 2番目が 144fps、 一番下が 60fps ですね。 FPS ゲームとかみたいな1秒以下の瞬時の判断が求められるゲームで有利なのはもちろん、単純にね、ゲームをプレイしたりもうマウスカーソルを動かすだけでも快適さが全然違います。一度 144Hz 以上のモニターを体験すれば60Hz にはもう戻れませんね。せっかくなので家庭用ゲーム機でリフレッシュレートの設定をする方法についても、まあ、簡単にね触れておきましょう。まず大人気の最新ゲーム機 PlayStation 5ですが、こいつは最大 120fps まで対応しているので 120Hz に設定する必要があります。ただ PlayStation 5はね賢いので、 PlayStation 5で 120fps に対応したゲームを起動していれば自動でねゲーミングモニターも 120Hz に設定されます。しかし3つだけやらなければならないことがあります。1つは PlayStation 5の設定でパフォーマンスを優先に設定されていること、2つ目が解像度が 1080p になっていること、3つ目が 120fps に対応しているゲームを起動していること。この3つをクリアしていれば 120Hz に対応したゲーミングモニターなら自動でもう 120Hz のヌルヌル映像を出力することができます。一番勘違いしやすいのは 120fps に対応しているゲームを起動していることっていうところですね。メニュー画面で何のゲームを起動していない時や 120fps に対応していないゲームを起動していても 120Hz にはなりません。フォートナイトとか COD とかのゲームは 120fps に対応しているので、ぜひね一度試してみてください。この PlayStation 5で 120Hz 出す方法に関しては PlayStation 5で 120fps 出ない問題完全解決っていうね動画でもうガッしっかりしっかりバッチリ解説してるので、よかったらそちらの動画もご覧ください。最後にスイッチやプレイステーション4など最大 60fps しか出ない一世代前のゲーム機、これらでゲーミングモニターを使ってる方、リフレッシュレートの設定方法ですが一切必要ありません。なぜならゲーミングモニターっていうのはデフォルトでね 60Hz の出力になってるんですよ。なので設定不要でスイッチやプレイステーション4に適したリフレッシュレートになってるわけですね。ちなみにテレビでも 60Hz なら出るんですけど、遅延がありますし応答速度の問題でもゲーミングモニターの方がゲームをするには適してます。そのあたりについてはね、任天堂スイッチ、プレイステーション4、どちらもね、おすすめのゲーミングモニターについて、モニター専門家であるこのモニケンが、しっかりと選び方まで解説してるので、よかったら、そちらの動画たちもご覧ください。モニケンチャンネルをどうぞよろしく。というわけで、ゲーミングモニターのリフレッシュレートの設定方法について、解説させていただきました。意外にね、この設定って忘れてる人も多いので、いやいや、俺が忘れるわけないだろうっていう人も、一回ね、確認してみることをおすすめします。普段は
このチャンネルではゲーミングモニターやゲーミングデバイスのレビューをしてるんですが、たまにねこういったモニターの基礎知識についての動画も出しております。再生リストにまとめてるので、モニターについてもっと知りたいって思った方はぜひともモニケンのモニター基礎知識動画をご覧ください。今後もちょくちょくモニターの気になる機能についての解説動画も出していくので、よろしくお願いいたします。そんな感じで動画を終わらせていただこうと思います。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。また僕の運営しているブログモニケンではゲーミングモニターのレビュー記事や基礎知識についてしっかりバッチリ解説しているので、よかったらこちらもご覧ください。モニケンで検索検索。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!